レートローマンスタイル55キロクラス級第3位の村田智也選手、丁拓也選手はシングレット着用の上ピンバッグ横にお集まりください。ただいまよりグレコローマンスタイル55キログラム級の決勝戦を行います。両選手の入場です。盛大な拍手でお迎えください。それでは選手審判をご紹介します。青コーナー、天皇杯に神奈川大学職員峰村亮選手です。赤コーナー、天皇杯1位アジア選手権1位福井地域の長谷川光平選手です。この試合審判はマットチェアマン藤本道さん、ジャッジ戸口さん、レフリー本田原さんです。第1ピリオドが始まりました。グレコローマンスタイル55キログラム級は赤の長谷川光平選手が今大会今は3連覇を狙っています。一方の青の峰村選手は初優勝を目指します。1分が経過しました。両選手ここまでまだポイントがありません。90秒が経過しました。スタートスタイルではポイントがありませんでしたので、これから30秒のグランドスタイルは転入して、第1ピリオドは赤の長谷川選手の優先です。第1ピリオド終了です。第1ピリオドは赤の長谷川選手が獲得しています。第2ピリオドが始まりました。
経過しました。グレコローマンスタイル55キロ級の天皇杯の決勝の長谷川選手と谷原選手を対決。長谷川航平選手の優勝です。今大会3連覇達成です。